足を深く重ね手を組む。足はどれほど深くてもよい。足は大黒柱の土台だ。足は背骨という大黒柱の土台だっていうですね。背骨の下に続いているのはこの足でしょう。手をお腹につけ、まあ、これは腹が出ていない人はつかなくてよい。ももの上に置く、あるいはその内側、これは体格によってだいぶ違います。手は力を入れず離れぬようにする。まあ、片方の手の親指を片方の手でくるむようにして、おから式の射手ですね。そうするととりあえずは成功すると手あったかくポカポカになってきますね。顎を引き首をまっすぐにする。目をつむる名目写真は、目をつむる名目写真の時はそこ、目って沈黙の目、僕書いておきましたが、そのように書いたら、まあ、瞑想もするっていう意味です。それで、目って目だけを書いた名目はね、目をつむるというだけの名目ですね。まあ、岡田先生、ここで目をつむる名目写真はって、まあ、どっちでもいいんですが、まあ、心を静かにして座るっていうようなことを含まれているので、ここでは名目って書いておきましたが、目をつむるだけだったら、目はただの目って書いてもいいところですね。目をつむって手を組むことは身体や精神に大きな変化を起こす。その後理由書いてますけれどもね、それは理由はどうでもいいことで、皆さんが名目写手してね、岡田式正座で座ったなら、その身体や精神に変化が起きてくるのを自分で知覚できればいいわけです。霊断自知って言いますでしょ、禅の方のようで。霊、冷たい、断、暖かい、それは自分で知るんであって、温度計見てね、ああ今日は暑いんだなとかね、そんなことやってるのはそれ頭で考えてるだけで、例えば今クーラーとかね、それからセントラルヒーティングとか、温度 何度に調節するなんてバカなことやってますでしょ。ああいうのは頭で考えてるから、ああいう中に言うと体悪くしますね。最適温度なんて書いてあって、あれに合うようにしてるでしょ。最適温度って言ったって季節によって違うんだしね。例えば春から夏に向かっての20度とね、20度っていうのは暑いですね。で、夏からこう秋に行って20度切って19度になると非常に寒くなりますね。同じ20度でもその季節によって違うんですよ。で、冷暖自知、冷たいとか暖かいとか、そういう全て感じるものは自知、自分で知るものであるっていうですね。ですから名目写手して、その身体や精神に大きな変化が起きるかどうかは自分で知らなければいけないわけです。理由なんかどうでもいいんです。まあ一応それは二つの目を一つにし、目開けてるとキョロしますんで、まあ目をつむって名目してですね、二つの手、手はいつでもなんか動かして、指を動かしてなんかしたくなりますね、腕。それをこう一つに組んでしまって動かないようにするわけです。そうして心を静めるっていうようなことをやっていくと、身体や精神に大きな変化を起こすのですよって、ちょっとだけ理由付け書いておいたんですね。まあ二つの目を一つにしっていうのは、肉体的な目をその霊眼、一つの目の開発に資していく。二つの目を通して我々エネルギーどん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 使ってるんですね。とにかく目っていうのはかなりエネルギー使うんですよ。まあ、さっきもマキさん絵描いて疲れたって言ったけどもね、絵筆取るからだけ疲れるんじゃないです。見るっていうこと自体がエネルギーどんどん目から流出していってるんです。耳っていうのはそれに対してこう穴開いてて入ってきたのを捉えるので、そんなに疲れないんですよ。耳っていうのはね、目っていうのはキョロキョロ見て外を見て動いていきますんで、エネルギー耳よりだいぶ使うんです。で、現代人はその視覚人間型が多いですが、もっと耳、視覚と聴覚のバランスを取らないといけない時代が来ているってある方が指摘しておられますけどもね。とにかく目を使うっていうのは疲れることなんですね。それをつむってしまうっていうのは岡田式正座で心を静かにするっていう上で非常に役に立つっていうのですね。お尻をずっと後ろに出す、これは腰を入れれば自然にそうなるわけです。お尻を出すっていうより腰をぐっと入れるっていうことですね。腰を立て、腰をこう落とさない、抜かないでっていうことですね。肩から胸にかけて力を抜くようにすれば、まあ、肩に力が入るとこれは全然ダメですね。肩を怒らせて座っている人はもうこれは全然緊張してますんで、なかなか難しいですね。みぞおちは自然に落ちる、このみぞおちは自然に落ちるはあまり考えないでください。このみぞおちがね、落ちてくるどうのこうのって体型によって、我々みたいな体型では落ちるどうのこうの全く関係ないぐらいです。岡田先生みたいに豊かな体格してると、なるほど落ちてるって確認できるんでしょうが、これは岡田先生は僕みたいな体格ではね、そんな水落ちどうのこうのって問題にしない方がいいところなんです。それで澤田先生が一生懸命岡田先生に食ってかかったところですね。水落ちて柔らかくなるんだ。いや、そうならないって。一生懸命、食い下がったみたいですよ、澤田先生ね。どちらも体格の違いってことを考慮に入れてないから、そういう議論になっちゃうんですね。
背筋にたるみのないようにする。背筋はピンと張り詰めて、しかるべき緊張感がないといけない。腰を入れればそうなります。肩甲体の脊柱は S 字状だって、そこに図を入れてですね。ですからまっすぐって言った場合には、その自然な脊柱の S 字状を保った上でまっすぐっていう意味ですね。腰は反り返る。溝落ちは落とすが猫背になるのではない。まあ溝落ちを落としなさいって言うと、こうやってね、腰の力、腰まで抜いて猫背になる人いるが、それはまずいわけです。ですから溝落ち落とすっていうことを考えずに腰入れたらいいっていうことですね。正座の姿勢はいつも二等辺三角形。まあ岡田式正座ですとこうなりますので、二等辺三角形ですね。これとこれ等しいですから、これがずれたら 二等辺三角形じゃない三角形になりますね。ですからいつでも自分の小中線を中心にして、ここから結んだら二等辺三角形、こういう二等辺三角形もあれば、あの士官田がですね、英文で書かれた紹介しましたが、あれ真上から取った場合にですね、このつむじとこの膝、上から見てますんで、あの平面的に見えますね。ここのつむじとね、膝結ぶと正三角形みたいにもなるんですよね、座禅やってる場合に、ね、ですから座禅組んだ場合にはそういう線三角形、あるいは岡田式正座の場合にはこういう二等辺三角形になって、均線が取れてたら一番いいですね。まあ厳密に言うとちょっと何ミリかずつは誰でもずれてるんですが、まあ、大体そうなればいいっていうようなことですね。富士山はどこから見ても反り返っている。そのようにいつでも腰を入れて背筋を立てる。たるみのないように上半身の力を抜く。たるみのないように上半身の力を抜くっていうことは、腰をぐっと入れて緊張感を持たせておいて、それで肩から胸にかけての緊張が取れる。緊張と力のバランスのことを言ってるわけです。いつでも道場維新をとか言いますようにね、緊張と力のバランスが取れてる。そこが難しい。大いなるリラクセーションの中で一点集中する。それが本当のダーラナ、一点集中ですよね。心を持ってコルセットとする。コルセットで腰を締めるように、心でもって腰を入れ、背筋を立てる。腰を入れるという意識は心ですね。で、背筋を立てようという意識も心なんです。ですから心でそういうコルセット、そして腰を入れ、背筋を立て、昇進探査するっていうようなことですね。溝落ちはへこみさえすればよい。へこんで硬くなってもよい。柔らかにならなくてもよい。これは柔らかにって岡田先生は最初言ってたんです。で、沢田先生が一生懸命、あの、食い下がって柔らかくにならなくてもよいっていうことを納得させたそうです。これは僕直接沢田先生から聞いてますので間違いないと思いますね。沢田先生いなかったなら柔らかにっていうのがずっと続いてたかもしれませんし、未だに言ってますよ。岡田式正座だけやってる人たちはね。矛盾したようなことを時々言ってます。柔らかな人もいるし、そうじゃなくて立派な座りしてる人もいるから、個人差っていうものをあのよくわからないと指導者っていうのはダメなんですね。まず腰の位置を決める。大木が根を張ったように腰の肉がついてくれば体は安定し、腰の肉がつく前に腰が入るというがっちりとした座り、その後でほどほどの肉がついてきたら一番いいでしょう。体は安定し座りが楽になる。体が安定せず少しでも偏ると苦しくなる。これはだいぶ偏っている人いるんですね、座りね。で、言いましたように、あの、友達とか身内の人にですね、前と後ろと右左から写真撮ってもらってね、ご自分の写真をよく観察してみてください。ちょっとまだクリアヨガやれない人たちいますよ、あの、姿勢悪くて。昨日も名前挙げずに注意しましたけどもね、まだまだ座り安定してない人いますので、それではヨガの行進みません。自分の体の歪みに気づかないようでは心の奥底に気づきませんのでね、自分ではこうなってるって自覚できたら、それ治すまで時間かかるので、それはいいんです。すぐに治らなくてもね、無理やり形だけ整えてもかえって悪くなりますから。でも歪んでるっていうことを実際知らないっていうことはもう気づきがないっていうことですから、それはダメなんですね。一番いいのは写真撮ってもらうことです。五重の塔や名古屋城のように安定して座らなければいけない。髪の毛一本の差が地獄極楽の境目。まあ、これは、何回かね、の機会に詳しく説明したことがありますので、その僕の場合は腰これぐらい入れてると、まあ、極楽。で、ここからほんのちょっと1ミリでも腰抜かすと、これはもう地獄っていうかね、獲得できない姿勢。自分としてはこれぐらい入れてないと、緊張と弛緩のバランスが得られないんですね。他の人がこうやったら辛いかもしれませんね。で、横から見たらこれでまっすぐかもしれないですが、これでは僕だいぶ腰の力抜いちゃってるんですね。これではいい行念獲得僕の場合にはできません。
これが礼拝っていって、よし、これでいいっていうところがあるわけです。ですから、そこから1ミリでも腰引いたなら、僕にとっては地獄から極楽なんです。極楽なんです。から地獄なんですね。ですから、髪の毛一本の差、ほんのちょっとの差がね、分かれ目なんだっていうことなんですね。それ自分で分からなければダメですね。大体こういう腰入れてても3分ぐらいするとほとんどの人はちょっと地獄の方に行っちゃってるわけです。ですからまた腰を入れる。何遍もやっていかなきゃならないわけなんですね。水道の栓をねじれば水が出るように。水道の栓ね、ひねっていってあるところまでひねったら水が出始めるでしょ。そこまではちょっと緩めていっても出ませんね。だから分かれ目っていうのはほんの際どいところですね。水道の栓をねじれば水が出るように、その腰を立ててね、常念獲得の聞く姿勢を作んなければ知恵の水がその出てこないわけなんですね。ですから腰を立てた瞬間に、腰が入った瞬間に一切が変わる。一切が変わる。ですから極楽、地獄から極楽にも変わるし、極楽から地獄にもなる。腰を立てるのは大黒柱をまっすぐに立てるようなものだ。家の中心になる太い柱、それが、曲がってたら家も傾きますね。それをぐっとまっすぐ立てることによって家がまっすぐ立つわけです。ですからその大黒柱に当たるのはこの背骨なわけですね。腰のところでぐっと入れるっていうことがその背骨にとっては必要であるというようなことですね。ご飯の時でも、針仕事の時でも、この姿勢を崩さぬようになればよい。まあ、こうやってご飯食べたら一番いいですが、疲れた時はちょっと腰の力抜いたらいいでしょう。腰の力抜いて、このお腹緩めるっていうことも大切だから。あんまりこうやってね、食べてごらんなさい。消化あんまり良くないですから。その時にはちょっとね、ほどほどに緩めておいて食べたらいいです。口を結び、鼻で息をする。息を出しながらお腹に力を入れる。まあ、息を出していくと、吐いていってお腹がへこむとですね、普通の腹式呼吸でやっていくと、この丹田は十字、硬くなってきますね。まあ、さっき何人かの人に、へそ天ってこう言うんだよって見せてましたけども、後で休みの時間に見てください。この韓国人のボクさんはタクキゼンさんですね。で、加藤鉱山老師って前僕同好会報に載せた臨済系の立派な方、96歳で亡くなったこの方、後から見ていってください。この方が裸で冷水浴やってるところの写真が、これも90何歳、これだけへそ天になるっていうか、偉大なるお腹と非常に発達した胸、後でこうやっておきますから、ひっくり返して写真見ていってください。沢田先生がヘソ天っていうのはありえないって言うことはあり得るんです。写真見たらわかりますね。頭で考え、実際に見てみたらすぐわかるし、僕らでもヘソ天があるんです。充実してきたのがね、マニキュアで、こういうふうに、まあ、なっていったらいいわけなんです。その人は何もヨガなんかやんないしね、パドマーサナ、レンゲ座、まあ、結核座ね、一つだけでそうなっていったわけです。偉大にマニプーラ、アナハタが発達した方ですね。ですから結核座やってただ獲得するっていうだけであのように立派になれるわけなんですね。で、そのまあこういうふうにして、なるだけそのお腹に力を入れてもらうっていうのは、そういうお腹を作っていくんですが、我々の場合にはね、こういう前奏体質にやっちゃうとね、アーサナもう効きませんね。反りの系統とかね。で、我々の場合にはね、胸郭発達していって、お腹は引っ込めた時に心が硬くなればいいと思います。ここが硬くなるだけで、そんなに出なくてもいいです。ただ押したらなるほど、しのまりみたいに硬くなって、こう叩いても分かりますけどね、しっかりしてきますね。そうなっていったらいいと思います。こうあんまりここから出していこうと思って、マニプラシュッディやっていったらね、容易の体つきではなくなりますね。そこはヨガと座禅やっていたらちょっと体つきが違ってきます。禅の方はこれでいいんです。こういうふうにお腹が、丹田が充実してきたら立派だということになるんですね。ヨガの方では、ハタヨギの場合にはそうではありません。シバナンダ大師みたいに偉大なお腹になっていく場合もありますけどね。まあ、人それぞれだと思います。で、とにかくお腹が充実してくればいいっていうことですね。呼吸は自分の息が出るか出ないか分からぬくらいにする。それぐらい、他の人から聞いて鼻息が聞こえるとかですね、なんか音が聞こえるとか、そういうようなことではまだまだ静かに楽に長く朝から晩までポンプを扱っているように、要するに自分の呼吸を観察するっていうことですね。自分の呼吸を観察してたら、自分のね、肺とか心臓とか鼻とか、それ結ぶ器官とか、そういうのを道具としてね、呼吸をこう操作している主体があるっていうわけですね。ポンプ、皆さん扱うとき、ポンプが自分だと思わないでしょ。で、呼吸を観察していくときにね、この自分の体だと思うけれども、それにじーっと成功してくると、呼吸を見ている自分がいるって気がつき始めますね。
そうするとだんだんこういう肺とか心臓とかそういう器官ですね、いわばね、ポンプに当たる器官を利用して呼吸してるんだっていうふうに見ていけるようにもなるわけです。そのように自分の呼吸を意識して、呼吸に気づいて、しかし意識して、しかし静かに楽に長く、意識して緊張したんじゃダメですね。最初は静かに楽に長く行うようにしたらいいというね。でこれが瞑想深まってきますと呼吸がだんだん浅くなってきます。最初腹式呼吸でお腹を動かして胸膨らませてってやってても、だん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 ね、呼吸が薄くなっていってね、胸とお腹の動きが小さくなっていって、心拍がどんどん減っていく、呼吸も浅くなっていくように感じるんだけれども、瞑想は深まっていくっていうような状況におそらくなるでしょう。そうなっていけばいいんです。ですから最初は腹式呼吸を大きくやって自覚してやっていったらいいんです。それがだんだん収まっていく過程を眺めていったらいいっていうですね。まあそういうようなことをやるのはヨガのアジャパジャパっていうテクニックがありますけどもね、岡田先生言ってるのとヨガのアジャパジャパは大変似てますね。で静かに長く息を出す、最初は静かに長くでいいんですが、あとはだんだんね、その長くでもない呼吸に、薄い呼吸になっていくんですね。呼吸が静まっていく過程、それを観察できるようになるわけです。で息を止めて息むのではない、あの岡田式、あの逆腹式では、息を吐いた時にお腹膨らませて、息を吸った時にこう引っ込めますよ、ね、でね、でその時に息む、例えば息を吐きながら、で息む人は顔赤くなってくるわけです。そうやるんじゃないって言ってるわけですね。息むっていうのは頑張る、頑固に我を張るのではない。息むと顔が赤くなる。あ、今僕先言っちゃうんですね。熱中してはいけない、熱中と熱心とは違う。これは沢田先生もしきりに引用してましたね。岡田先生が、まあ、最初に言ってたわけです。熱中っていうのはその自分が何やってるかわからなくて一生懸命になって後からくたびれたっていうやつですね。熱心っていうのは自分はこうやっているっていうことを、分かりながらそれに打ち込んでる姿ですね。熱中は打ち込んでる姿も忘れて、どんなことに打ち込んでも、悪いことに打ち込んでも、その熱中するわけです。あれこれ。ありま、いろんな事件ありましたでしょ。あれは熱中してるわけですね。熱心っていうのとは違うんですね。ですからその熱中の方はね、自分が何してるか全く気づきのない状態ね。熱心の方は何やってるかちゃんと知ってるわけなんですね。気づきがあるんです。ただその気づきがあるって言っても、三昧に入った時は自分は三昧に入っているなんて意識ありませんので、そこのところは道元禅師がこの前も読みましたけれどもね、自己を習うは自己を忘れるなりっていう、正法眼蔵の現状公案の有名な一節ありますね。あそこに五尺の休活なるありってありますね。五尺、悟った後の休活、休んだ状態、つまり意識されない状態がある。ですから熱心にやっていって一点集中に成功すると、その一点集中忘れて三昧状態に入るっていうことはありますが、その人は霊的な修行をやってるっていう意識は最初持ってて、でそれさえも忘れてしまう、いい意味で忘れるわけですね。熱中の方はあまりいい意味じゃなくて忘れてしまう。男に熱中する、女に熱中するとか、寝ずに寝て全て忘れてしまうでしょ。呼吸に無理ができる、息むと呼吸に無理ができる。大抵顔赤くなるほどやると心臓にも負担かかりますしね。無理に無理ができる。丹田の一点の他に力を入れてはならない。で、丹田、我々息吐いていった時にお腹、下腹部が充実するんですが、その充実した中心点を丹田と理解したらいいでしょう。マニプラチャクライコール丹田ではないんです。岡田式正座とかね、座禅やってる人が言う、あるいは飛田晴道さん、飛田式強肩術の丹田っていうのは、大体場所的にはぎゅーっとお腹、おへそを引っ込めていった時に充実するお腹のその凝縮点っていうんですかね、中心点。それを丹田、正下丹田って言ってるわけです。正下ですから、おへその下、その奥の方っていうのですね。まあそこはヨガやってても充実してきますが。そこの他に力を入れてはならぬ。空気を多く吸うのではない。酸化作用を盛んにするためだ。ただ空気たくさん吸ってもですね、食物たくさん食べてもですね、仕事できない人たちいますわね。ただ食べるだけ。で、食べて効率よく仕事する人いるでしょ。それと一緒です。呼吸を岡田式正座とか、そういうことで、あるいはヨーガ座禅で、呼吸をですね、コントロールすることによって、その酸化作用を盛んにするっていうのは、薪を完全に燃やすためだ。自分の心身の生命活動を完全燃焼させることだっていうようなことですね。深呼吸、ただ深く呼吸をするというような、そういう考えを持ってはいけないっていうですね。自分の生命エネルギーを完全燃焼させるために、そういう静かな呼吸をするのであるということですね。単なる深呼吸。
とは違うっていうですね。一息一息にお腹に力を入れる。それが動力となって五臓の器官が働くようになるっていうね。まあこの五臓が円満でないといけないですね。肝臓、腎臓、脾臓、それから肺、心臓、あとは諸々の腑がありますね。大腸とか胃とかね。まあ五臓六腑ですね、いわば。まあ五臓六腑、すべてが円満に働かないといけない。昨日も言いましたように、会社組織でもね、いろんなあの部門があって、全部円満に働くから、その会社は成長するわけでして、製造部門だけ成長してもですね、販売間に合わなければ、それはしょうがないですよね。で、例えば、肝臓は体を作る、腎臓は老廃物の処理をするって言っても、肝臓だけ一生懸命働いても、腎臓働かない人は毒素がどんどん溜まっていくから、いつか倒れちゃいますね。ですから、五臓っていうのはどれかだけが強ければいいってことじゃないんです。円満に働いてくれないといけないんですね。他だし規制でやっていくと五臓の器官がよく円満に働くようになりますよっていうのですね。ヨガやってもそうでしょう。握り拳は湯たんぽの代わりだ。まああのこれは岡田式規制でやってもさっき食事の時間に周りの人に言ってましたが、僕も手足冷え性なんですよ。割と冷える方なんです。鉛筆持って書いてると右手だけ冷えていってだいぶ温度違くなってくるんです。でも岡田式規制でやってこうやってあの静かに一点集中各速聞くと手がポカポカと暖かくなってきて本当に湯たんぽだなって分かるんです。これは体験的にね、霊団自治でしてね。まあ冷え性の方は手持ってたら暖かくなるぐらい岡田式規制で正座で座れるようにならないと、それは岡田式正座に成功していないということですね。最初はとりあえず暖かくなってきます。後でもっとあのヨガ的に組んだりにどうのこのっていうようなことになるとまた違う現象が出てきますが、とりあえずは暖かく最初はなってきます。気分がゆったりしてくればお腹は前に出る。まあお腹は前に出るってあのね、岡田先生はお腹大きいってこともありますが、そうじゃなくてその恐れ不安持ってる人はみんなこう腰抜くでしょ。こうやってこういう形ですね。恐れっていうのは小さく身を縮めるんですよ。防御姿勢としてはね。でお腹が引っ込むでしょ。それに対して安心してたらこうやって胸開いてお腹が前に来てるってこういうことを言ってるわけです。お腹がボーンと出ると、そういうことではありません。まあ岡田先生は実際に出てますからね。あとこの加藤鉱山同士みたいに本当にお腹出てますよね。僕らの場合には出なくて充実すると硬くなるだけっていうことですね。息を吸う方は考えないでいい。自然に任せて瞬間に吸う。ここは呼吸法違いますんでね。岡田式正座っていうのはで、ゆっくり吐きながらお腹バーンと膨らましていって、吸うのは一瞬なんです。この状態からね、お腹膨らんだ状態から、こういう感じ。お腹が引っ込んでスッと吸っちゃって、あとは長く。で、吐きながらお腹がずーっとこう、膨らませて。そこはヨガと、あの、ヨガは腹式って言っても、岡田式先生、岡田式のは逆腹式ですから、ちょっと違いますので、そこはあまり、我々参考にしなくてもいいところですね。丹田に力を入れるには肛門をすぼめる気持ち、ね、この生活丹田を充実させるためには肛門をすぼめるムーラバンダですねを入れる感じっていう感じですね。まあ、肛門あるいは正確に言うとエイングですね。足のしびれの切れるのはお腹に十分力が入らぬからだ。まあこれはね、入ってても最初はしびれるでしょう。足痛いですよね。でこれはね、こうやっていますとその二等辺三角形でね、こことね、ここと均等にかかりますんでね、圧力の配分がよろしいわけ。ところがこれ腰抜いてこうやりますとね、こっちね、浮くような感じになって、こっちに重圧かからずに、それでお尻の方にね、お尻の下になってる足に重みがだいぶ来るんです。前にこうやってたらほどほどに行くんです。こうやっちゃうとね、こっちに来ますんで、足すぐ痺れてきますね。そのことを岡田先生が言ってるんでしょう、おそらく。ですから腰入れてたら、こっちだけに重心かからないので、均等にやってるから、その人の能力に応じて、すぐしびれが来ることはなくなりますよって、そのように理解すればいいんじゃないですかね。40度くらい熱があっても、血を吐いても差し支えはない。これは、岡田先生がこの頃にはですね、もう腎臓だいぶ悪くして血吐いたりしてたんですね。熱40度くらいあっても、こうやって正座指導してたわけなんですね。これは、虎次郎のこの晩年のですね、病状も踏まえた上での発言かって書いてありますが、そうでしょう。別に構わない。これなら霊的に正座指導やれたらいいんだというね。ですから病気は丸がかえで座禅できたり、ヨガの瞑想やれたらいいんですよ。病気だから体治す、肩医学やる、自然食やる、それもいいでしょうが、そのまんまで瞑想していったらいいんです。まあそこまで精神的にいければやれるでしょう。国民、あるいは人の精髄は声の出どころでわかる。まあ僕なんか割と痩せてるに関わらず声割と元気ありますけどもね、電話来たりして、はいこんにちはって言うと、
名前聞いて、あ、お元気ですかと言うと、まあ元気そうな声ですねって言いますけれどもね、やっぱり元気ない時には声も出ないですね。ですから、まあ岡田先生たちは腹から出るんだっていうけど、そのマニプーラチャクラですね、我々で。それが充実できたら声が、まあ、大きく澄んでくる。沢田先生も声しっかりしておられましたね。体でね、よく通るお声されてましたね。岡田先生のはもっと良かったそうです。もう、遠くから聞いてても、実に美しくてね、鈴を転がすような美声だったって沢田先生言っておられましたけどね。まあそういう方おられますよね。僕は怒鳴るので声割れてきて、もう広島でも3日目ぐらいになったら、雨しゃぶっても声割れてきますけどもね。まあ、もうちょっと訓練しないとダメですよね。座ると音量が豊富になる。まあ、ヨガの瞑想をすると声も大きくなってくるっていうのね。これはそうでしょう。もう声小さいってことは大体、声聞いたらわかります。その人の元気の度合いはね。私は30歳の時から太り出して、胸囲が一尺、約30センチほど伸びたと。胸囲が30センチ伸びるっていうのはこれ大変なことですよね。なかなかね。うん、いや、45キロから90キロ以上、体重倍になったから、それは30センチぐらい、ね、なったんでしょ。満身の力が丹田に集まり、他の力が抜けた時に動くことがある。まあ、満身の力、まあ、全身の緊張が取れてですね、マニプーラにね、プラナが集まると、マニプーラが肉体に一番つながっている、正規体のチャクラのね、ダムだと思ったらいい、エネルギー一番溜まっているところです。で、そこが充実してくるとね、動くことがある。まあ、ヨガ的に言うとかっこない。プラーナの発動、正規が、おのずと活動しだしてくる。正規の活電のみたいなもんですね。マニプーラチャクラの活性化ですね。まあ、これも体験している方はいると思いますね。さっき中村先生がそういう夢見たって言ってましたからね。顔色が悪く、催眠術にかかったような動き方ではない。これは単なる活電運動。ここでも言いましたね。3月ぐらいまでね、あれこれクリアヨガやって、まだ慣れてなかったし、僕と一緒に長いことやってない人もたくさん来てたので、僕のクリアヨガの指示すると、あっちのでもう体ぐるぐる動かして、じーっと見てて、ぐーっと見てると、やっと僕に気づいて止めたりしてましたけども、そういう人たちも いました。そういう人は去ってきましたね、ほとんどね。催眠術にかかったような動き方、そういう神経質な動きじゃない。本当、顔色悪くてもそういうふうに動く人がいるわけですね。で、そういうのピタッと止まるようになっていかないといけないわけですね。人間の体の動きも座りも物理学の法則に支配されている。歩くときも、まあ、物質世界の法則にって言ってもいいでしょう。歩くときも腰掛けるときも上半身の位置は少しも変えてはならぬ。腰の配置。まあ、座ってるときもこうですわね。それから立ってるときでも腰の配置が一緒なんです。座ってて柔らかから立ってるときはこうではならない。立ってるときもこう。そのまんま座ったら正座しても腰の配置は僕は一緒ですね。おかわし。正座になっても一緒。スワスティカーサンナになっても一緒。パドマーサナやっても一緒。何やっても一緒です。腰の入りっていうのは。そういうふうに安定したしてないといけません。足の組み具合によってね、この時はちょっと腰抜けるっていうのはまだ足がしっかり柔軟性を得てないんですね。どんな姿勢した時でも腰の入り具合は一緒ってなっていかないといけません。もちろん疲れたら腰抜いて、ここの緊張を取って、それからまたしっかりこう入れたらいいわけですね。正座の時には心に希望を持ってはならない。希望はね、当てって理解したらいいでしょう。こうしたらこうなるだろうっていうのは当てですね。いい意味での希望じゃなくて、まあ今ないものを望む。それが希望ですね。望み、希、欲する。で、無所得ですね。仏教の用語で言うと。所得、得るところをなくする。無所得ですね。何にも期待しない。っていうことは知足できてるっていうことですね。正座そのものが大いなる知足だ。大いなる安楽だと。そう思えなければ、なんか当て、こうやって立派になろうとか、ここは静かにしようとかって、当てを持った瞬間にはもうダメだっていうですね。まあ、信じて座るのだからっていうのは沢田先生のこれ、挿入ですね。少しの疑いもないようにならぬと座れぬ。まあ、沢田先生もかなり、ね、深く読める方ですから、適切な挿入じゃないかと思って、僕もそのまま入れさせていただきました。で、信じて座るのだからって、田先生挿入したけれども、その根拠をやっぱり岡田先生の僕出しておきたかったので、そこに出しておいたんです。田先生もおそらくそういうようなこと知ってますんで、当然。正座、呼吸とも、心身開発の形式方便にして、ね、修行の一形態であってね、その主眼とすべきは、そのテクニックじゃなくて、心。
宗教で一番大切な信、信仰の信、信念、フェイスの一陣にありということで、そのように岡田先生が言ってますんで、沢田先生が信じて座るのだから挿入したのは間違いじゃないっていうふうに一応僕そのように書いてみたんですね。岡田先生は信不退の方だったですから、行不退、信不退、まあどちらもですけどね。座っていると冬の霜枯れが春景色に変わる。まあ座っていて自分の心ですね、なんか寂しいとか、あるいはまあ生気がないとかね、そういうような状態にもしあったとしても、座って正しく座ると、岡田式正座やると、その心がまあ春陽というんですかね、春の陽光に包まれたような、そういう春景色に変わる。秋の冬の霜枯れね、白い冷たい感じから春の緑いっぱいの、そういう景色に変わってくる。それほど正座はいいもんですよ。あるいはそういういい星座にならないとダメですよっていうですね。で、星座はその曲を尽くすと、アリさんのヒノキヤシのように、アリさんは台湾にある標高1800ないし2400メートルの高原地帯。非常に高いところでそのヒノキヤスギが、たくさん、あって大きく育ったところを昔。で、切って、どんどん戦争に使ったり、建物を建てたりするのに使っちゃったりする日本軍かね。まあ、その、アリさんのヒノキって言ったら、まあ、優秀な木だったんでしょう。のように自然に大きく発達するというね。ですから、星座やっていったなら、我々が一番、我々の一番理想的な形に、我々がもう成長していくっていうようなことですね。心身の彫刻って言ってもいいでしょうし、まあ、霊的な発達って言ってもいいでしょう。自分の我のために座るのではない。まあ、静かな心を得たいとかですね、座って立派になりたいとか、そういう当てを作って座るんじゃない。正座して無念無想になるのではない。考えがなくなるとかね、そういうようなことのために座るのじゃないんだ。正座しても皆さんあれこれ、僕らも雑念もそう出てきますね。それをなくすために座るんじゃないんだ。隙のない人間になるのだ。で、隙のないっていうのはどういうことかっていうと、全てに気づく。気づき人間になることだっていうですね。いろんなことに気づく。自分の体歪んでるとか、心の奥底にこういう欲望を持ってるとか、人もそういうの持ってるとかね、全てに気づいていくから、隙のない人間なんですね。隙間があれこれあったら、我々その隙間の部分気づかないんですよ、きっとね。心に隙がないのだから、催眠術とは正反対だ。催眠術にかかっているの、これは沢木行動士はグループボケって言ってますね。まあ、例えば、共産党で活動してる、自民党で活動してるっていうのは、それはグループボケだって言うんですね。そういう主義主張、イデオロギーの中でみんな催眠術にかかって、それを正しいとして動いてるだけ。だから催眠術なんだと。投票しなきゃいけないとかですね。学校に行かなきゃいけないとか、会社に行かなきゃいけないとか、まあ現代人はみんなグループボケしてるわけですね。そういう一切のボケ、陶酔から覚めることを、まあ座禅、覚足というわけなんですね。そこのところ岡田先生は、隙のない人間になるのだ。催眠術にかからない人間をするのが正座であると言ってるんですね。ですから形の修行ではないんですね。だから、まあ正反対だ。だから全てにあるがまま気づくことができる。で、一番大事なのはその自分の心に気づくっていうことですよ。自分の心はどうかっていうと、どうかということが見えないといけないんです。見えてくるんですね。念仏やっても、しきりと念仏やるとそれが見えてくるんです。で、串屋秀足さんね、宇治田原の幸運庵やってるね、串屋秀足さんが編纂したので、我が名を唱えよっていう本ですね。最近出てますね。で、大変いい本です。それに、江野本さんかなっていう方、念仏行者がね、解説書いておられるんですが、その念仏行者から見た、その格則っていうの、非常に条文が載ってるんですよ。ぜひ読んでみてください。串屋秀足さんの我が名を唱えよって今、大きな本屋さんに行ったら、大体仏教コーナーに置いてあります。1冊、2冊は置いてありますね。大変いい本です。内山光照老師がですね、足ダメになってきたので念仏で行ってるって言ってましたでしょ。座禅は、その体を使っての念仏。念仏は口の座禅って昨日も言いましたでしょ。で、念仏やっててもひたすらそれに一点集中していって気づいたものを外していきますので、その全てに気づくようになるんですね。全てが見えてくるっていうようなこと、その榎本さんが解説されてて、大変素晴らしい解説だと思いましたね。念仏しても、ですからね、瞑想しても一緒のところに行くんですよ、行ける人は。行けない人は瞑想やろうが念仏やろうがさっぱりしたんですね。
だから行が自分のものにならないといけない。すべてやること自分のものになっていったらいいんですよ。ならないことに一生懸命なるとそれはまずいですよってさっき言ってたわけですね。心が浄化されないならば芸術も政治も邪魔ですよ。浄化されるならそれもいいでしょう。業ですからやっていったら最後には宗教しか残らなくなります。神話と一体になった時は何もいらなくなっちゃうんですね。すべて一体含むから。そこに行くまではやっぱり我々卒業していかなきゃいけないから、物質世界での欲望も追求し、政治世界での欲望も追求し、芸術も追求し、哲学も追求し、次には行き着くべきところ瞑想に行ったらいいんですわね。無念無想となり無雑念をなくするのは無我ではない。それは心の統一でなく虚我だ、ね、考えをですねストップさせてしまったらそれは石ころと一緒だ、デクノボーと一緒だと内山老師も言っておられますでしょ。その無念無想となり雑念をなくするのはその下の虚我だっていうことですよ。嘘だっていうことですよ。人間の形をした人形みたいなものだ、本当の我ではないって言うんですよ。で無我の方がいいんですよ。虚我じゃなく無我で、無我っていうのはその生がないっていうことです。私が私がというそれがないっていうことで、体が真が仏性キリスト意識はあるわけです。無我っていうのはですからキリスト意識仏陀意識真我意識っていうことですね。それは心と体を使いますので無念無想ってなるっていうことはないんです。三昧の時だけで、それ以外はやはり想念を起こさせて体も動かすわけなんですね。それをなくしていてただじーっと座って空虚三昧ってやつですね。何も知覚しない、ただ何も知覚しないで座ってる。禅の方で言うとまあ、ヤコ禅とかから枯れた木の禅、まあ、木が枯れたみたいにただ座ってる座禅そういうようなことですね。ヨガの方で言うと何も意識しないのでシュンヤサマーディ空虚三昧って言いますね。ただ何も知覚しなくなりますよっていうだけ、まあ、見せ物と一緒ですね。4人置いてほいお前瞑想してみようけど何も知覚しない、ほら触っても何も知覚しない、面白い生き物がいますよって、そういうようなこと、そういうなっちゃったら虚我、ね、で神我ではないっていうですね。神我というのは全てに気づくわけですから、別段間に入ったら全てに気がつくというね。何も気づかないボケ人間になるのではないっていうですね。でそれは心の統一でなく、そういうふうに虚我になったらそれは心の統一じゃない。心の統一っていうのはヨーガのことですね。統一ヨーガっていうことですね。ですからその 無我になる生我が発現しなくなって大我と一致するのは心の統一ヨーガであるっていうですね。まあ、そこを勘違いしないようにしてください。催眠術などを研究しだしてから、まあ、岡田先生の時代に学生たちがそういうこともやり始めて流行したわけでしょう。ドイツの本とか読んだりなんだりしてですね。で青年学生の神経衰弱が多くなった、まあ、セルフコントロールマインドコントロールとかそういうのを研究する人は大体神経質な人が多いですね。僕はああいうのあんまり好きじゃないんですよ。いろんななんて言うんでしょうね、手が重くなった重くなったとか自己催眠かけるタイプのあんまり好きじゃないですね。ああいうことやる人見てるとみんな室外病院に入ってもいいかノイローゼな、もう倒れそうな人たちですね。ああいうのあんまり僕は好きじゃないですね。でもああいうのが必要な人たちもいるんですね。だからそれは指導者が必要でしょうね。そういうことを経てそれで立ち直ったっていう指導者のもとにやんないとあんまりうまくいかないと思います。まあそういうことに凝ってて精神病院に入って最近出てきた人友達いるんですけどもね、それもあれこれ研究してやっぱり神経衰弱なんですけどもね。星座は睡眠状態にならない人、催眠術にかからぬ人を作る。睡眠状態というのはまあこれはもういわばグループボケですね。さっきのね睡眠状態とか催眠術にかかっている人っていうのはもうグループボケですね。まあ一億層グループボケみたいな、何々せねばならないってそうやってるわけですから、そうやって地球を一生懸命汚してみんなでボケていって地球をダメにしているのが現状じゃないですかね。ですからいろんなことを主張するならそれを自分でやらないといけないっていうですね。平等を唱えるなら自分が平等にならなければならない。本当の平等は神話式と一体になることですから、そうなったら言ったらいいでしょう。なんないのに言ってもしょうがないっていうね。原発反対って電力たくさん使っている人たちもいますが、それもいけません。原発反対をするならば電力消費量を最小限に抑えてから言わないといけないでしょう。何でもそのように生き様を通して主張すべきであってね、頭で考えてごちゃごちゃって言ってその人たちが集まってブルジョワみたいな暮らししちゃいけません。前にうちに共産党に入ってからの弁護士来てね、からノイローゼになって用がやったらいいですかなって来た人いるんですけどもね、まあ
ね、生活質素にやってるっていうようなこと言いますけども、300万ぐらいの会社に乗ってましたけども、共産党はお金持ちだからね、コープ扱ってるからね、たくさんお金入ってくるんですよ。共産党一番お金持ってるんですね。でね、そういう人たちが A 社の分配の法則やって、一番自分に手盛りするわけです、トップグループの人たち。ブレジネフとかゴルバチョフどういう生活してるか見てごらんと。中国のトップクラスの人たちもそうですよ。東証フェアっていうのは最近も真相になってるけど、もうトランプアスリートは花札遊びばっかりやってたわけでしょ。もう自分することなく権力だけ握ったのでね、いつでも。そういうことばっかりやってるわけです。そういうのを見てね、イデオロギーにとらわれてるね、資本主義が悪い。資本主義は餌のもうむしり合いですよ。共産主義っていうのは餌の分配の法則で上の方がこうたくさん取りたいっていうですね。社会というのはそれはっきりしない。どういう社会を建設したらいいか分かんないで社会って言ってるだけなんですよね。そういうのにですね、巻き込まれるのはその睡眠状態、催眠術に書かれているグループボケっていうことですか。ヨガやったらそれぐらい見えないといけないって昨日言いましたけども、それだけじゃなくね、どういうことに関わってて、いろんな運動をやってるでしょ。日本の人は、川端先生も書いてましたか、ニュースレターで。ヨガ教えてもその後どういう生活してるか分かんないって言ったら、その川端先生に言った人が、君だって、あなただって興奮するでしょうって、そうやって。川端先生がダメなわけなんですね。自分の信用しないで人が、自分が教えてる人が世の結果、信用していると見てて川端さんに言ってるんだけども、まあそう、優しいヨガってタイトルついてたと思いますが、川端先生は自分で気がついてないんでね。だから自分でね、どこまでも気づいていかないとね、自分で言ってること、人のために記事書いてあげてることでも、自分のグレッサーをローテーションすることになっちゃうんですよ。僕でもこうやって喋ってね、星座から見たらだいぶグレッサーなこと言ってるんだろうと思うんですよ。まあそういうとらわれがあるわけですね。それを一応気づかないと言ってますよね。いや、ないんです、ないんですじゃなく、いや、私はみんなのためにやってるんですの。みんなのためにという私の英語ですね。それを見ていかないといけないの。だからあんまり物書いたり喋ったりしない方ですよ。信用よくできてないですね。僕もどんどん減らしていかなきゃいけないですけども、もう背中行ってきた3ヶ月ぐらいになって、今書き物全然やってませんけれどもね。こういうふうに書いていって、まあ、ね、皆さんに説明するために作ってきたけれども、岡田先生が見たら、お前は俺の言うことも分かってないやつ言うかもしれないしね。まあそんなもんじゃないですか。だから書けば書くほど、僕、ヨガの先生たち書いてるのを見れば見るほど、信用の程度分かってかわいそうになって思いますね。まあ自分の見ても、少し前、1年ぐらい前に書いたのはちょっと恥ずかしくないよね。それぐらい瞑想で進歩はするんだけども、やっぱり恥ずかしい状態のままで活動しているのが我々凡人ということなんですね。で、修行もしないと書いてたらもともとひどいわけですから、まあ、その辺に気づかないといけませんね。まあ余計なことかもしれませんがね。まあそういう睡眠状態、催眠術にかからぬ人を作るのが星座だヨガだっていうことですから、せめてそれぐらいは理解してください。真の無我は生姜を捨てて大我に一致する。これはもうヨガでも仏教でも同じこと言ってますね。考えぬのが無我ではない。ここは内山老師も言ってますね。人間っていうのは考えざるを得ない存在なんですよ。また考えるようにして大の神様が施工されたんですね。朝から晩まで考えておいても疲れなくなる。考えて疲れるっていうのはね、それはエゴが伴ってるんですよ。聖者方はいつでも考えて喋って説明して、それで疲れない。チャンピオンはラーマのマハリヒザンだったと思いますね。もう3枚に2時間2時間ずつ入るほかはもうみんないろんな人から質問されて丁寧に丁寧にあれだけ答えていってね、疲れないわけなんですね。不思量とは相対で物を考えるのを考えないようにすることだ。不思量、非思量に関してはいろんな説がありますが、まあ岡田先生のもまあ一応いいと思いますね。その思量するっていうのは考えることでしょ。相対で物を考えることで、不ですから考えないようにすることだ。そこにはちょっと意志が働きますね。考えないという意志で、必死量とは違うんだと言ってるわけです。憎む反対の可愛がるような2に対する1だ。ゼロではないって言ってるんですね。憎む反対。憎むって言ったら愛する。ね。あれはそこに出てる可愛がるですね。で、憎む可愛がるっていうのは2つですね。2つに分かれた行為ですね。心が2つに分かれた状態。憎むか可愛がるか。同じ心がどっちかに出るか。その2に対する1、不思量。そういうことをしないっていうのは、分かれ、憎むとか可愛がるとかいう二つに分かれることに対するそういうことをしないという一だって言ってるんですね。で、非思量っていうのはね、一じゃないんだって言ってるんです。そういうことじゃないんだ。意図的に何々しないというそういう計らいがあることじゃないんだって岡田先生は言ってるわけなんです。いいでしょうか。で、非思量とは絶対で赤ん坊の心理状態だ。二も一も含むゼロだ。
ね、0から1が出て1から2が出るんですね。まあそこも、そこは老子は1、2を生じ、2、3を生ずってやってますね。老子の言う1はね、岡田先生の0ですよ。123が012ってずれているんです、岡田先生と老子では。でも同じこと言ってるんですね。ですから非資料が0、それから不資料が1、資料が2っていうことになりますね、図式で言うと。で、星座は非資料だ、考えないということではないんだっていうことなんですね。その分別する以前の世界、要するにだから内山老子言ってる生の実物でそのままであることなんだっていうことなんですね。分別する前の生の実物、そのままでいること、そこに静かに座すること、それが正座だ、座禅だ、ということで、全く同じことを言っておられる。そこのところを道元禅師も非資料っていうようなことで、如上禅師のもとで、その、まあ、下脱って言ったらいいでしょうか。非資料を得た体験を踏まえて言っておられるので、正座型っていうのは侵害式に達したらみんな同じことを言ってるわけなんですね。すべて同じだって読み取れていったらいいんですが。いわゆる非資料を使用すること、霊老なりといえども、不資料体を資料するには、必ず非資料を用いるなり。これはなかなか難しいところですけれどもね。で、正法眼蔵の座禅心っていうのを、まあ、読まれたらいいんですが、そこにこのような一節が出てたわけです。で、解説、括弧のところ。この言うところの非資料というものを用いるならば、非資料っていうのは結局三昧のことです。サマーディのことです。すべては明らかに検出されるのである。一切地って言いますでしょ。三枚に入ったら半夜地プラジュニャ半夜地知恵が得られるって言いますね。ですから三枚に入ったら一切の知恵が得られる。思い測っても及ばない、頭でねあれこれ考えても及ばないところ、頭で分別しないと分かりませんから、その分別されない世界のことは分からないんですね。そこを監視するには、分別されない生の実物を監視するには、絶対に非資料という直感、直感は直接見る、直接把握する、あるいは直覚って言ってます、直接さと。五感を用いずに直接一つの目、アージュニャによって捉えるっていうことです。という三昧一によらなければならないのである。まあ、洋画的に説明しますと、そういうことになりますね。赤ん坊の心になり、名門離脱を捨てて道を楽しむようになる。まあ、大人でありながらっていうことですね。大人がそのまま赤ちゃんになってもしょうがないですよ。赤ん坊のような、その純な心になりっていうことですね。計らいがなくなりっていうことね。まあ、赤ちゃんに名刺出したって何もならないでしょ。赤ちゃんの前に行って、お母さん、皆さん、お化粧してね。ほら、綺麗でしょって言ったら赤ちゃん喜ばない。全然。赤ちゃんそういうこと関係ないのね。お父さんがボーナス持っていって、ほら。100万、150万もらってきたとしたら、子供は、赤ちゃんは全く関係ないですね。お父ちゃんが来た、お母ちゃんが来たって、そういう雰囲気だけ喜ぶだけですからね。で、名門っていうのは名声とか評判です。離脱っていうのは立身出世のことです。そういうね、外から得る評判とかですね、それから自分が社会の中で立身出世する。そういう相対世界での、まあね、比べ事ですわ。そんなことどうでもいいんです。資格とかなんとか、どうでもいいことなんです。を捨てて道を楽しむように。だから一切関係なく自由に楽しめるようになる。ですから洋画やってる人は少しずつそういうのとらわれなくして、持ってるの捨てろとはありませんが、これから獲得するとか、これから増やしていくとかね、資格を。そんなことあんまり考えない方がいいですよっていう、矛盾した行為ですから。でもそれも業があるからしょうがないからどんどんやりなさいって言うんですけどね。しょうがないよね。キリストが幼子のごとくならずば天国にいるにあたわず。ルカによる福音書の18章の17節。といったことは本当だ。幼子のごとくっていうのはそこで岡田先生が言った赤ん坊の心になりっていうね。計らいのない心になりっていうですね。そうならなければ天国という侵害意識に達することはできないっていうことですね。赤ちゃんは何もタイトル欲しくありませんよね。あれこれ。出世したいなって思いませんよね。そのように純な心のままで大人の生命活動、第二、大人の生命活動をやらなければ天国。そのまま地足という天国に従することはできませんよっていうですね。イエスキリスト言ってのも一緒です。正座も幼子のごとくにならねばいけない。座っているときに幼子のように計らいなく座れないといけないというね。
希望、当てを持って座っちゃいけませんよっていうことですね。プンプン、いい匂いのするとき、食いたい食いたいという了見のないのが皮脂量だ。まあ、匂ったら、五感で捉えたら誰も食べたいと思うでしょうかね。まあ、いつでも食いたい食いたいじゃなくて、まあ一日二食して、あとは用がやって、その他のカルマ用がやればいいんだって決めちゃってる人は別にね、なんか匂ってきても食べようと思わないでしょうね。二食で済んでるところに余計食べたら苦しくなりますわね。まあ三食なら三食でいいんですよ。三食のプラス四食食べたいと思ったら、そりゃね、ガキですわね。その時、明瞭に自相を見ることができる。ですから、そういう感覚感を通じて囚われないときに、はっきりと自分の心に外界を、あるいは自分の心の中に出てくる想念を明らかに見て取ることができるっていうですね。明瞭に明らかに。柳は緑、花はくれないとはそのときのこと、その皮脂量のときのこと。で、柳は緑、花はくれないというのは別にね、柳というのは緑してて、花はくれない。黄色の花もありますでしょ。そうじゃなく、赤い花見たら赤をそのままとにですね。柳の緑を見たらそのまま緑と。ということは、あるがままに気づく。五感によって自分が、見る癖ですね。心の癖を持ってあれこれ見るんじゃなく、そのまま生の実物を分別しないで見れるようになったなら、それが、まあ、皮脂量だっていうようなことですね。まあ、これは例えば、金木犀って皆さん、ね、ご存知、今香ってきてますね。非常に匂いするので僕は好きなんですよ。ところがね、金木犀もね、偏見持つとダメなんですよ。僕、京都にいたんです。学生時代。で、金木犀が香ってくると、ああ、いい香りだなって言ってたんで、その時に、京都産業大に行ってた梅戸くんっていう友達がいてね、わしあかんのやって言うんですわ。僕のとこに下宿にクラシックギターやってて、その友達が同じ先生に習ってたから、よく僕のとこにね、ギター弾きに遊びに来てた。で、僕が、ああ、いい香りだって言うと、わしあかんのやって言うから、何あかんのやって言ったら、京都の方ではよく、トイレの匂い隠しに金木犀を植えるんですね。ですから、金木犀の香りを嗅ぐと、トイレの匂いがツーンと、ないのに来るんですよ。だから僕が、ああ、いい香りだって言ってるのに、彼はツーンという匂い、記憶から思い出して一緒に嗅いでて、わしあかんのやって言うんですね。それはね、柳は緑、花はくれないじゃないわけですね。ですから、なんかね、嫌な記憶と一緒にしかね、物事を見れない人、聞けない人っていうのはあるがままに気づけないんですよ。そういうのを我々たくさん持ってるんですよ。いろんな心の癖ね。それを取り払っていくことが情念獲得で可能になってくるんですね。あるいは星座によって獲得になるんです。飲みたいのを無理に抑えるのが必要。いや飲んじゃいけない。いやもう食べちゃいけない。ね。まあ昨日は僕もお昼に寿司漁してましたけどね。そばいっぱいで定食にするのよしとこ、眉裏穴やらなきゃないから。あるいは寿司漁ですね。そうしちゃいけないっていう、まあ、計らいがあるわけですね。それが何も考えずにできたらいいと思うんですけどもね。まだ僕そこまで行きませんね。食いたい飲みたいという了見がガキ。まあ僕そこまでは行きませんね。昨日は茶そば食べてて、隣で松崎さんがラーメン定食食べてて、いい匂いだとは思ったけどもね。でも僕は前ラフな休みしなきゃ悩んだし、食いたい飲みたいとは思ってませんでした。いい匂いだと思ってただけで、ああ、今食べたら僕はできなくなるしって。まあそれぐらいのコントロールは持ってますけどもね。で、まだダメなのは、今日はこうやって説明すればいいから、松崎さん食べたのは今日食べてきますよ。まあ、楽器ではないですが、まあ、食べてもいいって、またね、判断力を働かせてやってるから、まだその程度ですよ、僕は。食うことや飲むことは問題ではない。物を憂い、心に悪徳があると太らない。食うことや飲むことは問題ではないって、そこまで言ったらいいですね。まあ、これは本当に、そうなれば僕もそうなると思います。一日二日食べなくても、水飲んでても別に瞑想してるからいいやって。まあ、そういう覚悟でやってますしね。いつ、昔のように、もう、水だけ飲んで瞑想して死んでいこうと、そういう決心に戻っても、生きていけますんで、僕は。こういう仕事しなくても、そこに落ち着くことはできる程度の生活、製品、心がけてますんで。まあ、別に問題ではない。でも、食べれるうちは食べたらそれもいいよ。全てが愛おしいっていうのと一緒で、神様が美味しいものを食わせてくれるなら精進料理食べるのも楽しいやって思ってますね。物を憂い、心に悪徳があると太らない。まあ、天平、ね、心に悪徳。悪徳っていうのはこだわりのことです。悪いことを思うとか、そういうことだけじゃなく、我々こだわり持ってますでしょ。ですから悪徳なんですね。で、太らないっていうのは別に体だけ言ってるわけではありません。霊的にも太らない。精神、肉体的、精神的、霊的に。十分な、まあ、成長を得ないって理解したらいいでしょう。座ると心に奥行きができ、善良になる。
で、善良になるんであって、なろうとするんじゃないんです。勝手にそうなるっていうことですね。心に奥行きができる。これは、アナーハタチャクラが開けてこないとあれですね。男性の聖者は、ラマナ・マハリシさん、いや、ラマ・クリシナさんみたいに、男性であっても女性的な胸になる。で、ここでも前奏でも、この方も女性的な胸で、非常に豊かな胸してますね。こうなると、本当に心に奥行きができてくるんですね。胸が広いっていう、ね、表現っていうのはね、全部、なんか本当のことを表現してるんですよ。胸が広いっていうね。こう、自分をこう縮めてたら狭くなるでしょ。あ、いいですよ、いいですよって何でも受け入れてたらね、本当に胸の奥行きが広くなって、心の奥行きが広くなるんですよ。心が清く安定すれば、頭脳の脳間違ってますみません。立身じゃなくそれ、月変ですね。月の脳ですね。脳は悩みですから、頭の悩みが臨床になったら困りますね。これ僕の書き間違いに。心が清く安定すれば頭脳は敏捷明晰になる。頭もクリアになってくるっていうですね。人間は内から発達すると手足は細く体は太ってくる。まあこれは旗行儀と一緒ですね。手足は細くてその胸郭発達して座禅岡田式正座の場合にはお腹も多くな、太くなって旗行儀の場合にはギュッと腰が引き締まって胴体の首である腰ウエストは引き締まりますね。まあ、いずれにせよですね、手足は、手足が太いっていうのは、これは、あんまり動きが効きませんね。いろんな臨床の仕事できませんね。お百姓さん、本当のお百姓さん見てて、手足、ごつい人がいても、余計な肉ついてる人誰もいませんね。最近はいます。なんて言うんでしょう、草刈り機でも自動耕運機とか、ああいうのに乗って、車の運転手になってますんでね、お百姓さん。僕もみなべでよく見てますけども、でーっとした百姓さんが多くなってきてますね。うちの方は機械ちょっとしか使わないのでみんな立派な体してますね、お百姓さん。まだね。